こんにちは、カズマサです。今日の動画はこちらですね。久しぶりの、アップには、動画をアップするんですけど、ゾウリムシ PSB 粉餌それぞれをね、別の容器で、飼育してね、どれだけ成長に差が出るかといったような、内容の動画の、第3弾になります。まずね、最初は、張り子の段階で、アップしました。そこではね、成長、そこまでね大きな差はなかったんですけども、第2回目ですね、それから2ヶ月後の、動画を上げました。そこではね、もう成長にね、かなりの、差が出てました。やっぱりね、こっち、粉餌ですね、こちらで、育てた、ハリコ稚魚はね、かなり成長してましたね。で次に、PSB ですね、PSB で育てた、子たちはね、2番目に、大きかったかなと思います。それでね、ゾウリムシは、そこまでね、大きく成長させることは、できませんでした。そしてね、生存率の、方にはなるんですけど、ゾウリムシの方はね、やはり一番、生存率は悪かったかなと思います。そして次に、PSB ですね、PSB の子たちもね、やはり、生存率はあまり良くないかなと思います。で、粉餌の方はね、ほぼほぼ、生存、していった、成長していったのかなと、思います。そしてね、今回ね約4ヶ月、経ちました。生まれてからね4ヶ月経ちました。でそのね、成長を、見て、いただきたいなと思って今回動画にしました。ではね、早速、動画を見ていこうと思います。まずはねこちらゾウリムシの方から、見てみましょう。はい、こちらはねゾウリムシで育てた子たちになります。4ヶ月目ですね。こんな感じの、ちょっと見にくいんですけど、こういった感じですね。4ヶ月で、約 1.5 センチくらいですかね、平均で。この子が一番小さいかな。大きさ分かりますかね。約、1センチぐらいですかね。そして体型もね、ちょっと細いですね。なので、やはりねゾウリムシだけではね、成長しきらない、といったね感じじゃないかなと、思います。そうですね、この子が一番小さいかなといった感じですね。センチないかな。この子が一番小さいですね。張り子抜けした、稚魚クラスの子供子ぐらいにですね。これで4ヶ月。いやー小さい。本当ね、ゾウリムシだけではやはり、メダカをね成長させるのは
難しいかなと、思います。ちょっとねピントが合いませんけど、まあ、こういった感じの結果となりました。そしてね次は、PSB ですね、まあ、シマテックって書いてますけど、もう今自家培養の PSB で、育ててます。でその4ヶ月の姿っていうのがね、こんな感じになります。だるまっぽい子も、この中に、いるんですね。でちょっとね PSB で育ててる、この容器ちょっとねなんか浮いてるんですよね、ゴミか何かが、まあ、PSB の、ものなのかわからないですけど、まあ、先ほどね、ほぼほぼ9割水替えしたんですけど、まあ、それでもねちょっと取り除けなかったですね。これ PSB のカスなのかな、こっち全くほぼないんですよね、まあ、こっちはねずっとあるんですよね。これ PSB のカスではないと思うんですけど、ちょっとね気になるなといったところですね。そして大きさはね、ゾウリムシの子に比べると、まあ、大きいけど、まあ、4ヶ月でねこの大きさなので、ちょっとやはりね PSB は、だけではね、メダカを成長させるのは難しいかなと思います。メダカやはりね組み合わせが、大切かなと、思います。まあこっちですね、こっちの子に比べたら、体型的にはね、しっかりしてるのかなと思います。というのが、PSB で育ててる、子たちになります。そしてこちらが、コナエサ、ハイグローでね育ててる、子たちになります。まあやはりね、一番成長しているかなと思います。まあ、もうね楊貴妃らしい、色にもなってますし、大きさもね、まあ、そろそろ、子供を産むんじゃないかなといったね、大きさにはなってるかなと思います。中にはね、まあ、多少小さい子もいますけど、まあ、十分ね、成長したかなと思います。まあ、このね狭い容器で、飼育しているので、まあ、大きさはねこれが限界なのかなと思います。まあ、4ヶ月でね、まあ、この容器だけでね育てているので、やはりね、成長もうちょっとね大きくするにはね、容器を大きくする必要があるかなと思います。そしてね、生存率もほぼほぼ全て生きているかなと思います。これがね、ハイグロ、粉餌で、育てた、子たちになります。ということでね、それぞれ、見てもらいました。まあ、やはりねちょっとゾウリムシ、だけではね成長も厳しいといったところが、今回の4ヶ月目の検証結果かなと思います。そしてね途中で、3匹ほど落ちましたね、まあ、それはね餌不足、栄養不足なのか、まあ、それかね水質が悪かったからなのかといったところでね、ちょっと、先週ぐらいから立て続けに3匹、落ちましたね。ちょっとねやはり見てもらったら分かる通り、ゾウリムシだけではね、メダカは成長しきれないといった感じが
見てもらったらわかるかなと思います。それはね、PSB でも言えます。PSB だけで育てるとね、やはりこの餌で育てた子たちに比べるとね、大きさも、違います。そしてね、生存率も、変わってきます。この餌はね、上げすぎると水質悪化で、良くない。そしてね、張り子の段階では口に入らないなんてね、言われてますけど、実際ね、これが答えなのかなと思います。まあ、ハイグローのねうちは SS を使ってます。それはねメダカを始めてからずっと、張り子には粉餌を与え続けてます。そしたらね、しっかりと、こういう答えになったかなと思います。4ヶ月で、これだけしか成長しきれないというところはね、やはり、ちょっとね、ゾウリムシは生き餌でね、都合がいいと、言われてますけど、ゾウリムシだけでなく、しっかりとこの餌も、与えることが、大切なのかなと思います。そしてね、栄養が必要、成長にはね、やはり栄養が必要。お腹を満たすだけでなく、栄養をねしっかりと与えることが、成長させる、重要な、ところなのかなと、今回ねやってみてそれをすごく感じました。そして、あまりね PSB の話はしてないですけど、あの PSB で育ててだけで育てていくとね水が真っ茶色になるんですよね。それは PSB 色なのかどうなのかといったところなんですけど、結構ねすごい色になってました。今見てもらったらわかるんですけど、色的にはね、グリーンウォーターになっていくんですよね。ゾウリムシの方は。そして、粉餌の方はそこまで、グリーンウォーターにはならないんですけど、なぜかね、PSB の、容器は抹茶色になっていきました。それでねメダカが特に、落ちたといったところはないんですけど、ちょっとね、PSB で、気になったところはそんな感じかなと思います。はい、てなわけでね、今回は、メダカの餌それぞれね、の容器で育てたら、どういった成長になっていくかといった、動画のね検証第3弾でした。今回の動画が、参考になったと思われた方はね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。